こんにちは。今日はちょっとグルメなパスタを作りたいと思います。これを使うんです。これはボッタルガと言います。お魚の卵を塩漬けにして乾燥したものなので、ちょっとたらこみたいな感じ、たらこが乾燥してあるような状態のものなんですけど、ちょっとグルメな製品で、まあそんなに高いわけじゃないんですけど、イタリア人でも知らない人はたくさん、食べたことない人はたくさんいます。値段はね、だいたいこれは割と安かったので買ったんですけど、この2つで1000円くらいでした。材料の旨味があるので、本当にこれを削ってオリーブオイルとあえて混ぜるだけっていう簡単料理なんですけど、もしかしたら興味がある方もいらっしゃるかなと思ってビデオを撮ることにしました。それでは始めます。で、これ削ります。これこのぐらい削りました。で、残った分はまだこれあるんですけど、お皿の上に直接削ろうと思います。で、ここにオリーブオイルを加えます。エキストラバージンオリーブオイルを加えていきます。これはいつもサラダ用に使っているオリーブオイルです。この中に潰したニンニクを入れておきます。で、このニンニクは後から取り出します。で、準備はこれで完成です。あとはスパゲッティを茹でてこの中で和えます。茹で汁にはしっかり味をつけます。なので普段よりもちょっと多めにお塩を入れます。で、パスタの茹で汁の塩分は、そのソースの濃さによって調節することが多いです。今回このボッタルガはとてもデリケートなので塩分を濃いめにします。13分のものなんですけど、もちろんスパゲッティもっと遅いスパゲッティでも大丈夫です。もうそろそろパスタが茹でるので茹で汁をちょっと加えます。イタリアンパセリを刻んでおいたものを加えます。で、ニンニクは取り出しておいてください。はい、出来上がりです。ボッタルガのスパゲティです。今回私が使っているボッタルガはボラという魚のものです。ここで私が使っているようなそのままの形を削って使うタイプのものとパウダータイプのものがあります。パウダータイプもとっても美味しいですし、
削る手間がないのでとても便利です。ボッタルガはアマゾンで意外にもあまりお高くない値段で購入できることを知りました。ですのでぜひご紹介したいと思います。サルデニア産のパウダータイプのもののリンクを下に貼っておきます。試してみる価値はあると思います。興味のある方はぜひこの機会にお試しください。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。そしていつもたくさんのコメントや高評価本当にありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はどうぞよろしくお願いします。それではまた。